はい、皆さんはこんばんにちは。そして、いらっしゃいませ。浅田小池です。というわけで、NG やっていきますよ。このゲームは、まあ、この NG の前、というか、エクスペリエンスさんの作品の、死因というね、ゲームの、続編なのかね、わかんないですけど、まあ、ホラー系、としては続編ですね。第2弾といったところでしょうか。はい。というわけで、まあ、死因の続いて NG やっていきます。うわぁ。これは、なんだ。オフだと、そのタイプの S が、ただし、イベント中の共演じゃそのままです。なるほど。ゲームしてから変わるのは、物は発生するので、それでは増幅します。そうなんだ。さあ、別にこれはね、難易度とかではないので、恐怖モードでやっていきますよ。ちょっと怖いかもしれないけど、どんだけ怖いのかな？モードを記憶モードに設定しました。イエーイ！途中で変えられんのかね、これは。さあ、始まりましたぜ。もう一回行くぜ。ちょっと先輩。お願いですから、まっすぐ歩いてくださいよ。通常業務もデスマ続きだっていうのに。2000年問題の対応まで、要するだと、これが飲まずにやってられるか。酔っ払ってますね。しょうがないな。あと一件だけですからね。明日に響きますよ、明日に。吉祥寺の駅前は、昼も夜も賑わい、吉祥寺だろうね、多分ね。日はとっくに暮れてしまったが、表通りには派手な色のネオンサインが溢れている。だが、一歩でも裏通りに入った途端、印象はガラリと変わってしまう。そこは、生ゴミと、の匂いが、満ちた薄い闇だった。ハントなのか？まる、要するに、リバース。はい。大通りの情熱的な熱気とは異なる。むせ返るような暑さがこもっていた。ああ、むせるような暑さね。いい年をした酔っ払いが管を巻きたくなるのも無理はない。無理はないな。なんてたわいのないことを考えつつ、俺はその薄暗い通りを歩いていた。高校生活最後の夏休みが始まって、早くも1週間が過ぎた。俺といった楽しみがない俺は、夏の長い夜を持て余している。持て余している。性欲。そろそろ時間か。あ、これ主人公ですね、多分。店に向かうとすっかな。繁華街を抜けて、駅前の表通りへと出る。あ、この効果音は死因と同じですね。そういうの困ります。駅の方からはっきりと通る声が聞こえた。あ、そういうのは全然興味ないんです。それに私、ちょっと急いでるんで。まあまあ、そう言わずに、あんたにとっても悪い話じゃないと思うんすよ。とりあえず、ちょっと話を聞きましょうよ。決めるのはその後でもいいんすからね。だから興味ないんですって。柄の悪い男が妙な格好をした子に何かしつこく話しかけている妙な格好。
まさかお前、いや、ゴシック調だからさ、交番の真ん中、真ん前でスカウト活動とは度胸があるのかバカなのか、バカなだけなのかな。ただ警察は酔っ払いの対応に忙しく、こちらに気づいていない。ああ、ひょっとして俺のこと怪しい人だと思ってます？思ってるよ。嫌だなぁ、新月っすよ。こう見えても可愛い子には優しいんすから。ああ、もう人の話を聞いてよ。ま、自業自得だな。あんな目立つ格好をして夜の街を歩いているやつが悪い。どうしよう、こいつ殺すか。あ、偶然少女と目が合ってしまった。目と目が合う瞬間に、すると彼女は満面の笑顔を浮かべて、そこのフードの人、太郎くんだよね。誰だ、もう来るの遅いじゃない。は？は？は？では、ほらほら、早く映画始まっちゃうよ。おいおい、この女、俺を出しにして逃げる気か。おいおい、ちょっと待ちろって。せっかく見つけた上等の女の子だ、簡単には逃がさねえっすよ。なあフードの兄ちゃん、こっちの事情も分かってくれるよな。何が？男が険しい目つきでこちらを睨んだ。その様子は様になっている。片毛の人間には見えない。怖い目に遭いたくないだろう。ねえ、はあ。おい、これ、連動が嫌や。浜の恵みを舐めとんのか。俺がこちらを威圧しようと声を張り上げた男がな。ああ、やば、こいつヤクザだったろ。まあなあ、見ればわかるだろうとは思うが、浜の上がごとく。少女の顔にははっきりとした怯えが浮かぶ。単なる柄の悪いスカウトマンとしても思っていたのだろうか。はあ、へっへ、どうした兄ちゃん、ぶるっちまって口も聞けねえのか。この浜の恵みって多分友人の名字なんじゃないかったっけ、違ったっけ。おえんなジャージな、なんだその口の聞き方は。てめえ、ずる見せるや、ぐるジャイアンか、お前。精通とぞ、立てた男は、青筋わかんない。腕のフードをつかみ、勢いよくめくり上げた、サウンドオブミューシック。お、グラサ、ヒゲか。ヒゲ？いや、一番でいいだろうな。よろしい。俺の面が拝めて満足か。今回は、まあ、主人公喋るんだね。正宗くんは喋んなかったけど、あんまり。喋ってなきゃ。目に力を込めてチンピラの顔を睨みつける。うっ、男も負けじと睨み返してくるが、瞳の奥に動揺が透けて見えた。睨みつけるのは得意でも、睨まれるのには慣れていないらしい。なんだその目つきは。おい、こら、渡辺組舐めとんのか。さっき聞いた。またそのセリフか。オウムかよ。ここ。こんなにゃビビってんだその顔は。
チンピラが男、チンピラ男が妻を吐き散らしながら、右手の拳を固め、遅すぎる。え？俺の殺気を感じ、男は殺気を感じ、俺は反射的に体を動かした。俺って呼んじゃんねえ、男。やられる前にやっちまう。それが俺の体に染みついた習性だな。さて、どう料理しようか。足に蹴り。お前の、お前の顔にガッとパンチ。お前の顔面にガッとパンチ。拳を丸め固めると、わずかに身を詰め、最小限のモーションで突き出す。うるえ。ぐっ、ぎゃー。一発だと。俺の一撃を受けたチンピラは、コンクリートの地面へ崩れ落ちた。いでよー。男はうずくまってうなっている。すごい。早すぎて何をやっているのか全然わかんなかった。巻き込んじゃってごめん。サルタ助けてくれてありがとう。あなたのお名前教えてくれる？名前なんてどうでもいいだろ。そこはなんとか、お願い。恩人の名前くらいちゃんと知っておきたいし、教えてくれるまで逃がさないから。どういうこと？なんだこいつは。少女の言葉は本気だ。目でわかる。無視して立ち去ったところで、どこまでもついてきそうだ。そりゃめんどくさい展開だ。ったくし、一度しか言わねえぞ。俺の名は、俺は、木島さんね。デフォルトでいこうかな。木島だ。木島。名字は木島。アキラ。アキラって読むんだ、これ。ソラチ H さん。ソラチ先生。アキラだよ。木島アキラでよろしいです。基本的にこう名前がついてるの俺変えないな。九条政宗だ。違いますね。それ前作の主人公。この曲も前作のシーンで流れなかったかな。え？木島って。いや、そんな偶然ないよね。私の名前は、あ？駅前広場にホイッスルの音が鳴り響く。誰かが交番に知らせたのだろう。警察がようやく喧嘩に気づいたらしい。やば。悪いけど私もう行くね。木島くんも早く逃げた方がいいよ。じゃあねー。少女は駅と逆の方向へ駆けていった。さて、俺はどうする？クライシスチェイスっていうのが始まる。ああ、マジで。ああ、何それ？サプライブじゃなかった。セクリ。セクリ。ゼロになると、まあだからその産地的なもんがね。ああ、はいはい。一撃しもありえますよ、みたいな。ワーニング。交番にいる警官の数は2人。目立つ場所でこれ以上無駄な喧嘩をする必要もない。下手な真似はせず、さっさとここから離れるのが最善か。さて、どうするか。その場から去る。俺は華麗に去る。近くの物陰に隠れてもさ、バレちゃうでしょ。俺もさっさと消えるか。
悪がっている男を置き去りにして俺はその場から逃げ出した。まあいろいろヒントが出るんだよね。あれうらーまったんかおじいちゃん後ろから警官の声が追いかけてくるぜ。だがついてくる足跡は一つだ。ああ片っ端の警官は現場に残ったらしいな。なるほどね。ぶちのめすかやめとけ走っているうちにさっきの通りまで戻ってきちまったぜ。だからさもうすぐ地球が滅びるってノストラダムス先生も言ってんだろ。2000年のなこれ1999年の話だから働くだけ無駄ってことなんだよ。わかる？うん、わかりましたからそろそろ行きましょうって。二人組の酔っ払いの姿も暗い路地の様子も変わらない。追いかけっこも飽きたな。右側には高いコンクリート塀が立っている。高さは4メートルと少しといったところかな。よし、行くか。俺は一度大きく深呼吸をすると壁に向かって一気に駆け出した。ふっ、やった朝進化よ平をよりのぼし、より、え平をよじ登り向こう側へと着地する。直後、警官の足音が柵の向こうから聞こえた。おい、そこのあんたら、黒い服のガキが来なかったか？え、見てませんけど。くそ、どこ行きやがった？あのクソガキどこ行きやがった？警官の足音が離れていった。負けたようだな。クリア、クリアになってる。サプライズじゃない。クライシスチョイス。どんな道癖だった。店へ行く、急ぐか。店へ行こう、店。いや、いや。セーブする。ポン。あら、いらっしゃい。あら、いらっしゃい。来てくれたのね、アキラくん。もしお母さんかな。あれ、遅くなっちまった。けど相変わらず客はいないな。いつも通りよ。頑固鳥が鳴きっぱなしだわ。彼女の名前は木島夏美。このバーは黒うさぎの経営者にして、ホラー作家であり、俺の、おばちゃんに値する。2年前におふくろが死んで、俺はおふくろの妹である彼女に引き取られた。以来、書類上の俗柄は母親だ。ああ、そうだね。最近困っていることはない？遠慮しないで何でも相談してね。一人暮らしが面倒になったらいつでもうちにいらっしゃい。気が向いたらな。いい人だが世話焼きすぎるのがたまに傷だみたいな。あなたが一緒に住んでくれたら嬉しいわ。私もなんだなんて呼ぶんだこれは。はい、お兄ちゃん。店の奥の方から聞き慣れた声がした。よかった、お兄ちゃん。今日は、来られないのかと思った。あららら、幼女、アミちゃんね。なるほどね。この子はアミ。夏美さんの一人娘だ。つまり今は俺の妹になる。血の繋がっていない妹ね。はいはい。ねえ、お兄ちゃん。私少し大人になったと思わない？どこら辺が？ああ、大人？お母さんに身長を測ってもらったら、私背が伸びたんだ。背が伸びたんだよ。ね。この間までもっとちっちゃかったでしょ？
わかんねえな。ほらほら、ちゃんと見て。変化があるように思えんぞ。絶対そんなことないよ。もうお兄ちゃんの鈍感、いけず。ほら、あい、あみ。夜も遅いし、そろそろお兄ちゃんのお家に行かないとね。何？夏美さんの仕事が終わるまで、俺がアミを預かることになっている。夜の晩に子供がいるのは、さすがに都合が悪いというわけだ。私、お母さんのお手伝いしたいのにな。大きくなったらしてもいいよね。ええ、アミが大きくなったらお母さん、うんと楽させてもらうわ。じゃあ、アキラくん、アミのことをよろお願いね。さて、どう反応するかな。ジャッジステイ。ジャッジシステム。あ、なんかその、好感度的なもんがあんのかね。画面に主人公のご主人の表情が映された。あー、なるほど。そうなの。じゃあ、キラ君、愛のことを、アミのことをよろお願いね。不敵な笑み。ち、切れすぎでしょ、これ。はいはい、わかりました、みたいな。嫌そうな顔ね。いつもごめんなさい。嫌われちゃった、ごめん。ほらほら、お兄ちゃん、早く行こう。はいはい、みたいな。あちが網にぐいぐい袖を引っ張られ、店を後にした。俺はロリコンじゃねえんだ、みたいな。網と一緒にスーパーへ寄り、タイムセールの惣菜を買って自宅へ向かう。うん。汚ねえアパート。築20年のブラパートは花咲きそう。花が咲きそう、みたいな。全然咲きそうで咲かなそうだけどね。その2階の左から3番目の扉。203号室が自分の部屋だぜ。どこら辺だろうね。2階の左から3番目ってこれじゃね？これかな？ここかな？うん、そこだな。ねえ、お兄ちゃん。なんだ？私たち家族だよね。だったら、うちに来ればいいのに。ここに来るのは楽しいけど、一緒に暮らせたらもっと楽しいよ。あくまでも嫌がるみたいな。めんどくせえ。そうだねーとかやめようとか。はい、もうバジ切れ。どうしよっかな。めんどくせえみたいなのが。そっか、お兄ちゃんは嫌なんだ。嫌だよ。嫌だよ、って。あれ？お家の前に何かが落ちてるよ。地下闘技大会のチケットかな。アミの視線を追うと、薄暗い廊下に黒い紙が落ちていた。サイズからすると、場所、廊のように見える。封筒かないか。お兄ちゃん宛ての手紙かな。拾わなくていいの。とりあえず確認。だよね。なんだってんだい。はい、お兄ちゃん。なんでそれをお前が拾うんだ。黒い。洋書か。洋書とは珍しいな。書の表面には、ここの住所が書かれている。いや、正しくは打たれているだろう。手書きではない。タイプされた字だ。タイプライター？だが、送り先の名前はなかった。お兄ちゃん宛てじゃないのかな？あ、裏にも何か書いてあるよ。月に帰ったかぐや姫は言いました。畑そう。たぼあたけあたけそたぼけうよたけ
どんな意味ないぞ。畑そたぼうぼけういおたけ、どんな意味。これってきっと謎なぞだよね。謎なぞみたいに。お兄ちゃんわかる？全然わかんねえわ。わかるわけがなし。そっか。どういう意味かな。なんとしても時らしい。あ、わかったかも。かぐや姫って竹取り物語に出るんだよね。前にお母さんが教えてくれたよ。たと木を問えば。たと木を。ああ、遊ぼうよだ、多分これ。遊ぼうよって書いてある。たと木を取るんだよね。前にお母さんが教えてくれたよ。竹取りだから、竹取り。たと木を取っちゃえばいいんだ。わかったわかった。ハングルシー、竹そたぼけうよ竹からたと木を取ると。うん、遊ぼうよだね。ふふ、遊ぶ約束をするお手紙だったんだ。出したのお兄ちゃんのお友達かな。知り合いなら俺の名前を書くだろ、普通。ま、真剣に考えても無駄だ。こんないたずら相手にな。ちょっとなんかブレてるように見えるんだよね、これ。はぁ、用紙から顔を上げた瞬間、強い風がアパートの廊下を吹き抜ける。風は夏とは言えないほど冷たかったぜ。不意をつかれたのもあって、思わずゾワリと鳥肌が立っちまったぜ。どうしたのお兄ちゃん。寒。いや、なんでもない。さっさと家に入んぞ。ほら、入んぞ、ほら。うん。その、ヘッドホンさ、何の曲聴いてんの？ただいまー。帰宅するとリビングで、アミと一緒に買ってきた惣菜を食べ始める。メニューは2割引きの唐揚げ物、スープと、きんぴらごぼう、きんぴらごぼうと、そしてパック入りの飯。電子レンジがなかったので冷えたままだが、腹の中にあれば一緒だ。ごちそうさまでした。あそこのスーパーの惣菜って安いけど、意外と美味しいよね。でもやっぱり私はお兄ちゃんの料理の方が好き。この間、バラエティでやってたお料理教室、お兄ちゃんなら優勝できると思うな。そんな番組があるのか？この前はパープルの皆さんが出てて、料理すごく上手だったよ。誰？パープルは今すごく人気のあるバンド。あとアイドルのクセモモちゃんも、出てた。癖なのが来世ももなのかな。どっちやねん。全然知らない。全然知らないな。ついでに興味もない。そういえばお兄ちゃんの部屋ってテレビがないよね。ねえ、どうしないの。金がないからです。お前には関係ないな。見ないから。そっか、ご飯の後にお兄ちゃんと一緒にテレビ見れたらいいのにな。だってテレビって一人で見るより誰かと見る方が楽しいし。そうですか。え？ブッブーですわ。え？誰か来たよ。夏美さんだろうか。それにしては少し時間が早いな。誰だ？玄関のドアスコープを覗き込んでみる。
いいね。お客さん？いや、さあな、誰もいなかった。ピンポンダッシュか？ 何？どういうことだ？また鳴った。誰もいなかったんだよね。お兄ちゃん、どういうことなの？どういうことなのかな？いたずらかもな。幽霊とか？ふぅ！ 怒らせちゃう。怖がらせちゃう。息を呑み、アミは黙り込んでしまった。ごめん。そんなつもりはなかったが。ねえ、お兄ちゃん、ちょっと外見てきて、ダメ？見たら入っちゃうぜ、多分。アミが心細そうな声、で、そういう、俺の顔を見上げた。たくしょうがねえな。やっぱ誰もいねえな。念のため確認したが、やはりドアスコープに人影はない。おい、誰だ？いたずらにしては度が過ぎるぜ。やはり誰もいない。どういうことだ？こいつは珍しいものを見物できたぜ。いつも、能面みたいな顔した君が、多少なりとも驚いてくれるなんてね。お前か。調子はどうだい、親友。調子は、お前の顔を殴りたい気分だよ。階段から上がってきたのは知った顔だった。天の目、お前の仕業か。あ、さっきの天の目組っていうのは、この親友のね、組なんだよね。インターホンをした後、こちらが出てくる前に隠れていたらしい。年齢、相応の、つまらないいたずらだ。ったく。え？天の目さん？声を聞きつけたアミがキッチンの窓からこちらを見ている。おや、アミちゃんもいたのかい。驚かせちゃってごめんね。君がいるとは思わなかったんだよ。でもさ、アキラ、暑さもぐっとぶヒヤッとする体験だっただろう。殴ってやる。見て。ぐはっ。本当に殴った。大バカ野郎に反省を出すためにボディーブローを打ち込む。君へ暴力とは野蛮だな。まさか妙な、容赦を置いたっていうのも、お前じゃないよな。あ？何の話か知らないけど、冤罪だよ。冤罪。ならいい。で、こんな時間に何の用だ？そりゃもう例の件に決まっているだろう。君もあの子に聞かれたくないだろうし、続きは下で話すとしよう。天下一武道会の話？ じゃあ、アミちゃん、お兄ちゃんと少し話してくるっつ。バックログとか見れるかもしかして、見れない。まだ、天の目は先に行ってしまった。じゃあ私は部屋に戻っているね。いいよ。二人とも、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。アキラ、受け取りなよ。ああ、んだよ。天の目が放り投げてきたのは缶ジュースだ。青と白を基調とした涼しげなイラストの上に、ナタデココオーレと書いてある。何？まずそう。お前相変わらず変なジュースが好きだな。なかなか珍しいだろ。コンビニで見かけたから買ってみたんだ。まあ、僕からのちょっとした詫びだと思って受け取ってくれ。詫びだと？さっきうちの若いの、丸橋が君に迷惑をかけただろう？ああ。丸橋って？誰のことだ？
ジャージのチンピラか。その通りさ。ああ見えてもあいつうちの若い衆なんでね。もう知ってるのか、耳が早いんだな。うちは他よりほうれん草をしっかりさせているのが自慢でね。なんだそりゃ。あいつバカだとは思ってたけど、君に因縁つけるとは予想以上だ。今度改めて本人から謝罪させるよ。マジで殺すわ、みたいな顔してるから。大丈夫かね？あれでも極道者の端くれだ。けじめはつけさせておかないとね。くっ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 。天野メッセージ。七掃除のある親族を、ある親族を拠点とするヤクザ天野目組。その現組長の息子だ。まだ学生だから組員ではないものの、それ相応の発言力を持っている。そして俺と天野目は高校の同級生で、小学校からのクソ連となる。しかし、アキラは君もなかなかのフェミニストだね。チンピラに絡まれた女の子を助けるなんてさ。丸橋の話じゃ、女の子は僕らと同年代くらいの可愛い子だったようだけど。茶化すな、天野目。つまらんトラブルに巻き込まれただけだ。そうだと思ったよ。つまらないヒューマニズムで戦うなんて、君には似合わないからな。嵐でも来るんじゃないかと思った。さっさと本題に入るぞ。帰るぞ、マジで。睨みつけると天の目は軽く肩をすくめた。ふぅ。やれやれ。世間話の一つもできないのか、君は。人付き合いの悪さにも程があるね、君は。こちらの話というのはもちろん、アングラマッチのことだよ。アンダーグラウンドマッチだろ。アングラマッチ、アンダーグラウンドマッチの略だよ。だろうな。中学校時代、腕っぷしだけが自慢の俺に、天野目が紹介してくれたアルバイトだ。アングラマッチはヤクザの仕切る喧嘩試合で、勝てばホワイトマネーがもらえる。試合の参加者はよりどりみどりだ。元ボクサーやレスラーみたいな連中が全国から集まっている。嘘みたいな話だが、この街の裏側にはそういう世界があったりする。いきなりメールが来たからびっくりしたんだが、辞めるってのはマジかい？そのつもりだ。君はアングラマッチ最強の男で、多くのファンがついている人気選手だ。全勝全勝の記録は大したものだし、戦い方だって花がある。君の出る試合はいつも盛り上がり、こちらも賭場の照り、寺銭がうがうがだ。寺銭で。なあなあ、考え直す気はないかい？無駄だよ、諦めてくれ。しばらく自活できる金も貯まったし、続ける意味がなくなったんでな。それに見せ物になるのは好かない。やれやれ、君らしいね。ふぅ。惜しいけど、アングラマッチの件は了解したいよ。アキラ、辞めたい時に辞めさせろというのが、君と交わした約束だしな。それに周りが止めたところで、聞く男じゃないのはよく知っている。気が変わったらまた言ってくれ。その時は頼む。けど君も変わった男だよね。おとなしく夏美さんの世話になれば、怒りの心配なんていらないだろうに。そいつはバスだ。一人の方が気楽でいい。ああ、もったいない。できるものなら君の代わりに、僕が夏美さんのお世話になりたいよ。お世話になりたいよ。もっと噂をすればなんとやらだ。夏美さん来ちゃったじゃん、もう。
あら、アキラ君と天の目君じゃない。こんなところで立ち話なんて、何か大切な話？私邪魔しちゃったかしら。いいえ、話はもう終わりましたから、お気遣いなく。それにしても、夏美さん、相変わらずお綺麗ですね。天の目君も相変わらずお上手ね。いつもアキラ君と仲良くしてくれてどうもありがとう。これからもよろしくね。はい、もちろんです。夏美さんも困ったことがあったら遠慮なく僕に相談してください。組総出で何とかします。夏美さんのためなら、たとえ火の中、水の中ですから。スカートの中です。天の目くんは大げさな表現が好きね。惚れてんな、こいつ。人 妻に惚れるとは。天の目と夏美さんの会話はいつもこんな感じだ。夏美さんは天の目の素性を知っているが、恐れたりも嫌がったりもしない。あ、そうなの。 ヤクザもというのを知っているのか。女で一つでバーを経営してるだけあって、なかなか度胸が据わっている。そういう絡みの店ではなくて、助納金とか知らない。 助納金。さてと、いい時間だし、今日はそろそろ失礼しますね。夏美さんの顔を見られたし、今夜はいい夢を見られそうだ。どんな陰夢を見るつもりだ、お前は。ではごきげんよう。またねー、アキラくん。鉄山工。アキラ？天の目はひらひらと手を振りながら、暗がりへと消えていった。遅くなってごめんなさいね。あれから珍しくお客さんが途切れなくて。本当は適当なところで切り分けてしまってもいいんだろうけど。でも水の居心地が好きだからとか言ってくれる常連さんはできるだけ大切にしたいの。あのバーは亡くなったあの人が私に残してくれたものだから。夏美さんの本業はあくまで作家だ。バーの経営が趣味みたいなもので、周さんはそれほど気にしていないらしい。そうなんだ。 趣味なので営業努力はゼロ。客が一人も来ない日だってある。じゃあ行きましょうか。行きましょうってどこだよ。アービー、夏美さんが来たぞ。窓の隙間から室内へ声をかけた。お母さん、お帰りなさい。ああ、寝てたか。あらあら、アービー、ずいぶん眠そうね。さ、帰りましょう。アービー、お兄ちゃんにご挨拶は？お兄ちゃん、ありがとう。おやすみなさーい。はいはい。おやすみちゃん。二人は仲良く手をつないで帰っていった。遊びましょう、つって。リビングを適当に片付けてから軽くシャワーを浴びた。浴び着替えた。ジャージに着替える。こうして今日もまたいつも通りの日が過ぎていった。特別なことなんてめったに起こらない。狭くてごちゃごちゃしていて、大して変わり映えのない平凡な日々、毎日が、明日も明後日もきっとこうして続くのだろうね。さてと、さっさと寝ちまうか。安物のベッドで横になった途端、すぐに意識が暗闇へとほどけていく。ああ。はい。というわけで、まあね。今回はこの辺にしときましょう。結構長かったね。それではまあ、次回はこの続きからです。それではまたのご来店。お待ちしておりますよ。何の事件もなかったね。次回はなんかあるのかな。楽しみですね。